はい、どうもこんばんは、かちゃねのカズでございます。ここ最近もですね、まあいろいろ出張という名の、まあ旅行みたいなもんに、まあちょこちょこ飛んだりしてるんですけども、やっぱですね、家を開けるってことがちょこちょことあるんでございますね。まあほんでね、まあ基本的に、まあ戸締まりとかはですね、しっかりね、鍵閉めて、まあ出てってはいるんですけども、やっぱね、僕に限らず、まあいろいろ旅行とかですね、まあ自宅が心配という方もいっぱいいらっしゃるんではないでしょうか。やっぱそういう時はですね、セコムでございます。いや、セコムにお願いするとかね、そういうのが一番なんですけども、やっぱね、月々のやつとか、まあなんかいろいろね、部屋に仕掛けないといけないとかですね、まあそこでね、僕もいろいろ考えたことあります。そこで今回はですね、私が購入したすごい可愛らしい監視カメラをご紹介したいと思います。では早速本日も行ってみましょう。そこで購入いたしましたがこちらでございます。こちらですね、プラネックスのスマカメというものでございますね。こちら仕様の方を見てみるとですね、動画は H264 で、画像、JPEG とか、まあまあいろいろございますね。ホワイトバランスをコントロールできたりとかですね。ほんで、まあまあ基本的に重要だと思われるのが、解像度。これね、720p で録画可能。ほんで、640とか VGA とかね、そちらも選べるようになっておりまして、他にはですね、なんと、これ Wi-Fi 接続も可能となっております。ではね、早速こちらの方、中身なんですけども、バーンと、はい、実はですね、これしばらくもう使ってるんですよね。なんだかんだでも1ヶ月近く使ってるんではないでしょうか。というわけで本日はですね、こちらの使用レポートとなります。ほんでこちらの中身本体がこれでございますね。こちらがスマカメでございます。ちょっとこちらの方見てみると、まあデジカメみたいなサイズだね、かわいい。ほんでここちょっと見せれないんだけどさ、ここにですね、スマホの方にですね、アプリをインストールして、ここのね、QR コードを取れば、これと自動的に接続みたいな感じになってしまいます。ほんでこっちの方にですね、三脚穴が下と上の方にあるんですけど、ここいろいろ接続あるからね、基本的にはここを使うような形になりますね。ほんで無線だけでなく有線にも対応しております。ほんでサイトの方を見ると、こちらの方に SD カードでございますね。SD カードは、対応、32GB が最大となってるみたいでございます。ちょっとこちら裏側の方にですね、もうこれ取り付けてしまいますね。はい。こんな感じで完成でございますね。はい。ではですね、どんな感じに映っているのか、ちょっとね、こちらの方確認してみましょう。このスマカメでございますね。ちょっとこちらをポチッと起動してみますと、出てくる、あ、来たね。はい、これわかるかな？ほら。結構ね、ほら。結構早くね、ほら。こんな感じで、同期してくれ。同期っていうか結構ね、早いんですよね、反応がね。はい、こんな感じでリアルタイムに見れるし、ほんでね、今この瞬間をちょっと撮っておきたかったら、写真を撮影するでパチャッとやると、画像が保存されると。ほんで写真を表示ってやると、こんな感じでね、今までの分がぴょこっと出てくるわけでございます。ほんでね、ちょっとメニューの方見てみましょうか。はい、こんな感じでカメラの設定というものがございまして、ここでね、いろいろ設定することが可能でございます。ほんで今現在はね、連続録画モードとやってるので、こんな感じで、録画記録がですね、見れるようになってるんですよね。ほんで、まあさっきのちょっと泥棒さんが入ってきたみたいなシーンを流すとするとさ、こんな感じでございます。はい、こんな感じで確認できましたね。ただですね、まあちょっとデメリットといたしましてはね、これペッて押すとさ、どうなんだろう。このアプリ内で、早送りとかどうとかってのが見れないのかな？再生時間とかはね、こんな感じで出てくるんだけど、ちょっとね、ここら辺、僕、使い方分かってないのか知んないけど、何にも出てきません。あとですね、赤外線。赤外線も積んでるから、真夜中ですね、真っ暗な状態であっても、ここが一番古いかな。朝の4時20分。はい、こんな感じでね、暗いところであっても、真っ暗であってもですね、こんな感じで見えるようになっております。あとね、ちょっとカメラの設定の方見ると、ほんで、こんな感じ見るとね、動体検知モードがあるので、今、オフでございますね。ちょっとこれを直してみましょう。これをですね、まあ、例えば高い、これで設定します。するとですね、今、この部屋で私が動いてるんですけども、
どうかな、動き始めて30秒1分ぐらいするとですね、ただいまただいま、さて検知するかな、なんかいろいろしてたら1時45分になってしまいました。普通ね、こうやって胴体を感知してピロロンってなるんだけど、僕の設定ミスかなんか不具合かでピロロンはなりませんでした。なんかいろいろやってるんだけどね、なんかならないんだよな。そんでね、一回電源を切ってからすごいね、なんか不安定になっちゃったんだよな。なんかね、調子悪いんだよな。アンドロイドの方も触ってみて分かったんだけど、アンドロイドの方はね、これ見守りモードってのがあるみたいで、この顔面を押すとね、見守りモードになるみたいなんだけど、 iPhone 版の方はない。ほんでこっちだけあって、こっちの方が使い勝手は良さそうだね。この見守りモードをオンオフすることで胴体検知、これを押すとピココンってなるんだけど、今なんか知らないけどならない。ほんで見守り解除すると胴体検知はオフ。ほんでまあ録画モードね、まあそこら辺それぞれ設定することが可能となっております。はい、とまあこんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。もちろんですね、今現在はこれ Wi-Fi で繋いでおりますけども、こちらですね、外出て確認した時の動画もございます。それがこちら。はい、今ですね、畑の方にやってきました。そこでちょっとね、スマカメ確認しましょう。さあ映るかな。今 LTE で、はい、この通りでございます。はい、こんな感じでですね、LTE とか 3G 回線であっても外からですね確認することができる。ほんで今回はですね、まあ防犯上の感じでこれ買ったんですけども、これ使い方の方を見てみるとですね、ペットの様子、外出中のペットの様子を見るためとか、あとですね、まあ自分の親とかなばあちゃんとかがですね様子見るために、そういう意味でですね買うっていうことも多いみたいでございます。ほんで最後ですね、こちら気になるお値段なんですけども、これ結構安くてですね1万ちょいぐらいでございます。ほんでですね、今回のこちらは赤外線搭載とかっていうモデルなんですけども、これのですねもうちょっと下のバージョンだとですね、確か7000円台で販売されておりました。こちら商品購入ページにつきましては下の概要欄の方に貼り付けておきます。まあちょっとね安いっていうことと、アプリの方を見るとですね、まあ不具合とかなんか繋がりにくいなとかですね、いまいちちょっと安定しない時もあるんですけども、まあ今日実際僕安定しないんだけどね、でも僕それまではですねしっかり繋げておりまして、部屋に誰か入るとですね、ピロローンという音がちゃんとしっかり鳴っておりましたので、誰かね、侵入者とかね、なんかあった時には、すぐ分かるようにはなっております。ほんで、こちらですね、最大何台か分かんないけど、3台でも4台でもですね、買い増しして、至る所にカメラを設置して、切り替えでこれ確認するといったことも可能です。いやー、なんかいい時代だよね。いやー、なんかね、いろいろ心配になる方ってのも多いと思いますので、まあこうやってね、安価なものが増えると嬉しいことでございます。以上こんな感じで、防犯カメラ、ネットワークカメラというのかな、ネットワークカメラのご紹介でございました。なんかね、1日経ったらすんげー調子よくなったなんでだろう。今カメラの前で僕プロプロね動いてると思うけども、どうだ、そろそろ来るんじゃねえかな。おー、来た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 、今ペロロンって。はい、こんな感じで胴体感知しましたと連絡が来るようになっております。はい、こんな感じでアプリを起動してない時もですねちゃんと動くようになってるみたいでございますね。ほらほらほら、また来たまた来た。はい、こんな感じでですね、部屋に誰かが入った時感知して送ってくれる。で、大体これ30秒ぐらいタイムラグはあるみたいでございますね、感じ的にはね。